するのはここじゃなくて、この手を押さえようとするから体が押せる。一番のベクトルの遠いところのか、端っこをここで押さえたら、こっち一番遠いところ、この上の左右と同じ。ここを押さえるのって、こっちだ、ほら。はい。こっち。ね。ここを押さえる。どっちもこれは、パワー対パワー。パワーバーサスパワー。力の強い人の勝つに決まってるでしょ。タイミングはタイミングを前につの勝つ、スピードはスピードも速いと思うんです。これに突き打ってごらん。これだと首壊れちゃうよ。こう直角こう軽くの突きはな、親指が壊れちゃうし、で直角にならないと打てない。はい、突き。これだとこの手首は壊れる。こう打ったら、はい、ここを打つ。パーンってやめたら、この手首がかっこよく取れちゃう。こっち。相手の突きどうしてこうなるの？この見える突き。見えない突き。こっち。こっち。見えた？このパンチは見えるでしょ？パンチ。あ、ごめん。ごめんな。これが見えたら危ないんだ。防がれるんだ、ガードされるんだ。だから何も考えないで。何も考えないで。こうで。ね。こっち。上から下は見える。こっちからやると見えない。はい。お手返しってこうやって。はい。はい、って、はい、小手返し。こう。で、こうやる。で、実際やってごらん。はい。小手返し。小手返し。やるからね。はい。ほら、ここに止まってる。相手の向きは、こうやったら、はい、ゆっくり来て。こっち来たり。こうやったら、うん。ここを捉えて投げなさい。こんなに言うてんのことしてられないの。次はこっちだから、ここにいたら終わりだ。入った瞬間にこっちにね、そこにいたら目の攻撃だ。ここにいないで、うん、逃げて行ったら傷に行く。ここにいるんだよ、ほら、二の子にいる場所。打ったら、ここなんだ。打てない。だから、先を察知して、左手。はい、こっちから来て、線を打ってもいいから、だけども、ここにいるときに、はい、打って、この状態です。打たせるんだ。打つんじゃなくて、はい、こっち打たせるんだ。あ、ごめん、ね、こっち体を砕くよ。体を砕くよ。これが一挙ね。これの一挙。で、こっちこう。わかるか。技の稽古は合気道のテクニック一挙を一挙を二挙、これは枝技ね。だからこのテクニックだけ覚える。相手の中心を抑える稽古をしてないから手首を鍛えればいい。これが鍛えないやつは手首を壊す動きだ。見てるな。みんなのは痛いんだ。こう入ってみて。これを押すか。肘をかぶせると返されるんだ。肘を落とすんだ。これは肘で返す。ここ上げられるんだよ。その方を右。
それを押さえる。ここを押さえれば痛いだけ。手首を鍛えるだけ。やってここを押さえる。この状態に、もう同じ肉をね、縦の肉を、縦の肉を疲れる。縦の肉を、横の肉を抜きます。回転投げだけは後ろに倒れる技は投げ技、入り身投げ、天地投げ、手法投げ、小手返しね、ありますけども、小手回転投げだけは抑え技と同じ動作ね。前に倒れる技は小手返しは固め技の動き、これを投げてるから回転投げなんだけども、基本は前に倒れる動きのね、1強、2強、3強、4強、5強、6強、あとは回転投げ、この状態。回転投げも逆らってみて、首根っこを押さえたらダメなんだ。基本は頭を、ごめんね、頭を触ってね、女性の頭を。この頭を丸くするように。そうするとこの手を今度みんなで持って頑張ろうとする。こっちこう。一番トゲを作るのをして、はい、こう。今このスタイルでしょ。昔は、で、ガッ。で、力強さ感じるけどもな、動きの動作が分かるから、こっち外して外されるんだよ、力で外して外してんだよ。これ一人立つとうまくなるな。こういつでも力を入れたら外してくださいね。ここに効かすんじゃないんだよ。一番の遠いところに外す。ここ。はい、蹴り入れる。力入れたら蹴り入れる。蹴りで、蹴り、はい、どうぞ。そうな。これは勝ったね。3球この状態にするのよ。押さえ技の状態、これね。投げ技の状態はこれ。足は手首で決めるんじゃなくて、足の状態がこういう状態。これは小手返しの状態。ここに一番遠いところに、この状態で、あ、ごめんね、女性の足下げるね。こう、ね、押さえもこっち。ここに、この状態。ここに、中心を押さえると同時に、この一番遠い場所、ここに押さえた場所。の力づくで押さえてるわけじゃない。ただ触ってるだけ。はい、どうぞ、自由だよ。自由だよって言いながら、これ固めるね。シンプルでしょ。はい、チェンジ。